利き足と同じサイドやるときに特に必要なことって何ですか、クロスの精度以外で。スピードあるなしにもよりますけど、スペースでボール受けてクロス上げられるようにするとか、あと利き足と同サイドでもね、カットインシュートはないけど、そこでボール受けたときに、まあ、ちょっと内側からの、まあ、クロス的なのだったり、まあ、右足で右のハーフバイタル、ここで、ね、こういう位置で受けるとさ、受けたときに、こういうパスは出しやすかったりするから、こうでこうとかのは当然ありますしね。とか、あとは、まあ、外の選手にすぐボールを渡して、外側回ってもう一回自分がクロス上げるとか、まあ、どこでやるにしても、アイデアですよね。逆足を蹴られないっていう前提で、今、質問にお答えすると、その、じゃあ、右足を使って最終的にどういうプレーするかっていうので、まあ、慣れていくしかないですよね。今言ったこと頭で思ってても1試合目で一発でできる人なんていないと思いますんでね。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、レオザフットボール TV よろしくお願いします、ね、最後まで見てくれてありがとう。希望で満たしそう洗脳と基準値しそう気合と根性空根っこでもそれしか言えないのは師匠愚者は経験から賢者は歴史から敵味方関係なく学べ一から。